ラコンチャ海岸、ラコンチャ海岸スペインにおける、ラコンチャ海岸の一、ラコンチャ、ラスリオララオンダレータサンセバスティアン中心部における、海岸の一、ラコンチャ海岸は、スペインバスク州ギックスコア県サンセバスティアンにある、砂浜海岸。19世紀後半には、サンセバスティアンがスペインにおける夏の首都となり、マリア・クリスティーナを筆頭とするスペインの王公貴族や、 ブルジョワジーが夏季をサンセバスティアンで過ごすようになった。1893年には浜辺にミラマール宮殿が建設された。1940年代からはビーチサッカー大会が2001年からはビーチラグビー大会が開催されており、またトライアスロン大会なども開催されている。ビスケー湾にあるラコンチャ湾に面して砂浜のビーチが広がっており、両側を モンテウルグルとモンテイゲルドという二つの丘に挟まれている。コンチャとはバスク語やカスティーリャ語で貝のことであり、貝殻のようにこう描くビーチの形状に由来している。ラ・コンチャ海岸はヨーロッパで最も人気のある都市型ビーチの一つであり、夏季にはヨーロッパ各国からの海水浴客で賑わう。海岸に沿ってラ・コンチャ海岸通りという車道が走り、車道と海岸の間には、 街のシンボルでもある遊歩道が設置されている。ラ・コンチャ湾の中央部にはサンタクララ島があり、カキのみ、サンセバスティアンの港から小型船が運航される。海岸の延長距離は約1350メートル、砂浜の幅は約70メートル、海岸の面積は約5万4千平方メートルである。遠浅で岩がなく、正面にサンタクララ島があるおかげで、 波が小さいことが特徴である。ラ・コンチャ海岸の西側には静かで落ち着いたラ・オンダ・レータ海岸がある。1977年には彫刻家のエドアルド・チリーダがラ・オンダ・レータ海岸の浜辺で25年にわたって制作を続けていた彫刻作品、風の串が完成した。ラ・コンチャ海岸から旧市街やモンテウルグルを挟んで東側にはラ・スリオラ海岸があり。 ラスリオラ海岸の前方には、サンタクララ島のように波を遮るものがなく、やや波が高いためサーフィンや、ボディボードを行う海水浴客に人気がある。海水浴客で賑わうラコンチャ海岸、ありがとうございます。